小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録いつもありがとうございます。高評価ボタンも増えてきて嬉しい限りでございます。皆様これからもよろしくお願いいたします。というわけでですね、うん、まあ、小槌先生はまあ古戦だけでなく古戦関係の本をいっぱい持ってるのが強いですね、うん、で古戦関係もね、直接古戦ということでのノーテも銭っていうのがあのどっかにあると、うん、そういうもんもついでに集めようみたいな感じで、でそういう中でこういう本、これなかなか表を表紙は綺麗でしょ。おなんかね、酒って書いてますよ。酒とよくかなんかなんか書いたんだな。この女の人と男の人の顔のとこに字が書いてある。前ね、古戦の擬人化のやつあったやつ、うん、ああいうのと同じことよね。ほんでこれがね、題がね、銭占い、ここに書いたの、銭占い、粋なよしこのって書いてある。よしこのってよしこのっていうのはね、まあ言うたらドドイツみたいな。あんたは阿波踊りしてる？徳島やら。まあ、行ったことないですけどね。おったことあるんじゃん、あの四国。徳島はないです。あ、そうか。徳島で徳島のあの踊りなんかは、よしこの節とかいうのがあるんだな。ほうほうほう。ほんで、よしこのっていうのは、あの、もともと、あの、江戸の葛飾とかあんなとこで、飴売りが、あの、飴売る時の歌を歌って、宣伝して歩く時の文句やん。あれでしょ、今で言うと CM ソングみたいな。そうそうそう、それが結局、江戸で流行って、それが全国的に流行したんがよしこのなんや。ほんでそういうなんで、あの、そういうなんの系列で結局ドドイツなんかもできてるわけや。なるほど。ほんでそういうせから、あの、ちょっと面白い、あの、ちょっと色気があったり、あの、笑いがあったりするような、そういう文句をいっぱい集めた本なんやけども、うんうん、これが銭占いと書いてあるのはね、ここにも例えば、あの、銭を6枚持って、うん、ほんで手の中でこう振って、そして、あの、適当に出したら表になったり裏になったりするやん、うん、でそれによって占いをしようっていう。お表が多かったらプラスとか。違う違う、それからあの ここで言うたら、これ黒と白にかい、ほんな表表表表が出たら、うん、あの、こういう文句で、占いの文句やん、これが。ほんでこれ全部裏やったらこういう文句、うん、でこれが一つずつずれたりしたら、あ、ね、分かりました分かりました。おみくじの番号です。そう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 、これ4番とかいうことですか、うん、そうそうそう、それが結局こういう、あの、6つのやつをこうやるから、何ぼ36通りぐらいなのかな、うん、ほんでそういうのを結局、あの、占いの文句と一緒にちょっと面白いその絵と、あの、ドドイツをここへつけてるわけ。ああ、うん、そう、一つと歌があるんですね。そうそう、一つずつにね、うん、うん、それから、その占いの文句以外にいろんなのがあって、例えば何やろな、これなんか松と船が書いてある。おう、こうな、ええ、これの文句にな、松に受けよく、あの、乗り出す船もふとした風から後戻りとか言って、結局出て行ったけども、うん、あの、風が出て後戻りしたとかな、振り出しに戻った、そうそう、振り出しに戻ってしまったとかな、まあそういうな、あの、もんとか、辛い峠をようやく越えて、これから二人で新所帯とか。え、これどうですか、これ、え、辛い、 やっとそのいろんな障害を乗り越えて、これから新しく二人で所帯持とうという、うん、そういうな文句とか、結局結婚できますもんね。そうそうそう、そういうな式でいろいろ、そのちょっと洒落た、それから基本的に、あの、男女の仲やとか、あの、世の中 あの仕組みやとか、そういうのを絵と歌にしてこう書いてあるわけ。絵と、うん、歌で一緒に見ながら踊るといいですね。そう、うん、ほんで上にはその、あの、占いの文句や、あの、町人来たるとか、うん、ね、あの、そういう、うん、あの、そういうことが。でこういう本を最初に見つけて、あの、買って、で古戦の雑、あの、会のなんか古戦に関することを書いてくれ言われた時に、この本の紹介をしたことある。おそしたらね、すぐね、あの、前に行った原山さんって言って、僕らの先生がね、お前は そんなもん持ってるのかと、わしも一冊持ってるから君にやるわ言ってこれくれたわけ。あ、よかったですね。でな、同じようなあれで、ほんでそういうなんで、あの、気にして、こういうの、こういうもんがあったらどんどん、あの、見つけてって、でこんなん面白い、これなんか、あの、この最初のやつはね、あの、出版年も何も書いてないんやけどね、ええ、これは、あの、これも出版年書いてないんかな、これ、ただ、
後ろここの奥付け見たら、うん、小学生と教育書類って書いてあるね。はあ、かこんなそのドドイツみたいなもん、ほんでそういうのの専門の本屋やっていう出版社が。なるほど。な教育って書類っていう面白いなと思って。意外ですね。うん、これはあの出版年度が書いてあるんやけども、これなんか明治25年って書いてある。逆に子供はこうやって踊りとか覚えたんですよね。うん、踊りとかドドイツを。うん、それで面白い文句やとやっぱり子供でも覚えるやん。ほんで大人でもどっかで言うてみようとか。なるほど。うん、ほんでこれはその後に見つけた本やねんけど、これはなんとここにハンコが、元の所有者のハンコがしたんだけど、ほう、これが先兵館にて今日銀に全部資料が寄贈された田中恵文さんの。だから あんな人でもこんな本持ってたんやなと。まあ、趣味人っていろいろ行きますから。うん、ほんでこういうのをで、これなんかはその田中恵文さんの持ってた本なんかは、目次の代わりにこれ見て、はいはいはい、表裏の一覧表が書いてあるけど、書いてますね。うん、ほんでこれが何ページにあるかっていうのがここでパッと見て、ますますね、おみくじの番号ですね。そうそれから自分がこう表裏やって何番かな言って、これすぐ見れるようになってるって。まあ要は桜の作品ですね。うん、うん、そう一覧表というか、うん、それからこんなもんね。それからこの表紙やら中身の模様やら、結構バラエティがあって、いろんな本屋の目録なんかでも昔の本屋の目録見たら出てるから、まだまだ見つけられると思って、これがいくつ集まるかなと思って楽しみにしてるけどね。うん、まあこんな変なもんも集めてますという話。うん、なるほど。まあそんなとこですね、今日は。だからやっぱね、こういうね、趣味の中でもいろんなこと分かりますけども、うん、やっぱ明治時代の子供の教育に使ってたのが面白いですね。そうやね子供たちはこういうことを言ってたんだなと思うと、うん、まあ、時代の変遷を感じますが、うん、皆様はいかが思いますでしょうか。コメント欄にいろんな意見があると思うんで、さまざまなことを書いてくれると嬉しいなと思っております。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。